今日もね、ちゃんとインターネットのお話をしようと思っています。今日はね、この後、これからね、午後2時からですね、インターネット集客、全体像の、概念をですね、解説する、まあ、売り込まずに売れる仕組み作りって僕が言ってるものなんですけれど、そのインターネット集客マーケティングのこう全体像を、知ってもらうための、セミナーをこれから、開始します。今日は、8名、ぐらいですかね、ご参加される予定の方々が、はい、今ねセミナーが、終わったところです。その売り込まずに売れる仕組み作りっていうのが、あのね、こんな感じ見えてるか、こんな感じで、こういう感じのものを、これね解説していくんです。ホームページを中心にどんな風にこう集客をして、でその集客をして、集客をしてホームページにアクセスしてきて、しに来てくれた人たちをどんな風に契約や購入にこうつなげていくかっていうような、こういう流れ、こういう流れを作っていくために、じゃあそれぞれどういう風なことをしていけば、いいかなっていうような、そんなね、大きい流れを組み立てるための、解説をお話をこうしてるんですね。で今いろいろ、まあ、5、6種類、いろんな方で、インターネット集客の話をしているんですけれど、今お見せしたこの図、これがね全てのこうベースになっていきます。あのベースをどうやって作るかっていうのを、まずねガバッとこうやっぱりイメージをしていただく。でそのイメージをしていただかないと、例えばね、じゃあ Facebook の使い方とか Instagram の使い方とか YouTube の使い方とかっていうブログの使い方とかね、いろんなのありますよね。ただこういうのって全部点で動かしてもしょうがないんですよ。点で、点じゃなくて線にする、線ね、今のこれ、この話、線にしていく、線にっていうような流れをね、ぜひこう作っていく。で線にしないと結局こう寸止め寸止め寸止めで、なんかね、お客さんたちがせっかくあなたの会社のホームページ、ホームページじゃないですね、いろんなまあ SNS を見つけてくれたとしても、そこでねこう繋がっていかない、まあ、ホームページを直接こう見てくれたとしても、ホームページの中にそういうこう客動線っていうものがしっかり出来上がってないと、なかなか問い合わせだったり申し込みだったり、まあ購入とかそういうものにね繋がりにくかったりするので、それをどういう風に組み立てていくかっていうような、そういう、ところをねイメージしていただくのが、まずはねとても大事なことだと、考えています。なのでむやみやたりにね、あの何をやったらいいかが分かんない状態で、地図もない状態でね、山登り、これ真っ暗なところ、霧がかかってるところ山登りしてったって、ねゴールにたどり着くのって難しいじゃないですか。なのでこうなんていうのかな、全体の設計図、地図を持ちながらどんな風にしていけばいいのかなっていうことを考えて、組み立てながらねやっていくといいんじゃないかなと思います。ご参考にしてみてください。